山本太郎さん、もう山本太郎さんだけでいいんじゃないですか <laughs>。今回ね、山本太郎さんが嫌いな人。多分山本太郎さん嫌いな人多いと思うんですよ。まあ多いか、どうなんですかね。その全体像のパーセンテージ僕はわかんないんで。でも嫌いな人もいますよね。山本太郎さんはだ嫌いだっていう人多分いると思うんですよ。これなんで嫌いなのかっていうと、なんですかね。あの多分、 どっちかなんですよね。どっちかって何かっていうと、うん、それを大衆視点で見てるか、仕掛ける視点で見てるかっていう。で、仕掛ける視点で見てる人は、まあ、うまいように話すな、みたいな。<laughs> うまいように市民は操りやがって、みたいなね。<laughs> うまいように大衆は操りやがって、みたいな。だから引きようというかね。その、引っ掛け方、話し方が引きよう、みたいなね。 でも、大衆からすると、いい話なんですよ。うん。でも、その大衆の中でも、まあ、二極化あるとは思いますけどね。うん。で、大衆で、大衆目線で嫌いな人は、うん、いつもそんな綺麗事言いやがって、みたいな。前なんか、その、そうそう、山本太郎さんが、そう、なんか、やじもらったやつで、なんか、あの、な何すか、あの、 病気の人病気の人を議員にしてなんかやってどうのこうのみたいな。お前はなんかそういうのをなんか使ってどうのこうのみたいなね。卑怯なんだみたいなね。うん。ああいう人、ああいう人たちを前にするもんじゃないみたいな。なんか、んかそういう癒しがあったような気がするんですけど。うん。だなんすかね、なんかその、なんか、うん、その、なんか、なんかその、き なんか言ってることがムカつくって感じですよね。なんか素直、素直に受け入れられないというか、なんかその、なんだろうな。うん。表面上というか、うーん。綺麗事。だから綺麗事みたいな感じじゃないですか。綺麗事嫌いみたいな。うん。そう。ま、基本的にその、 なんすかね、今の常識を崩そうとしてるんだけどもその常識を崩そうとするとそれはきれいごとに聞こえるみたいな話ですよね、うん <laughs> そう。今のままじゃダメだって分かってるけどもそれをこういう施策でこうこうやってこうやるっていうのが気に食わないっていうなんかあるんでしょうね。 うん、だからその NHK 党の立、ね、花さんとかもね、まあ、あの嫌いな人いっぱいいるでしょうけどもあんなやり方してとかね、うん、でもなんかぶっ壊していくためには <laughs> 今の,その政治家のルールというかそのあれをぶっ壊していくためにはぶっ壊すぐらいのなんかないと、うん、う難しいですよねだって全部結局年上の人たちが利権握ってるわけじゃないですか。 昔の常識で固めちゃってるんで、その昔の常識で行くんだったらもう変わらないですよね。<laughs> 何も、うん。だからまあ、まあ、パフォーマンスもしないと、まあ、ダメ、まあ、パフォーマンスができる人じゃないと、まあ、難しいですよね。まあの、飲まれるうー。上の人たちに飲まれていくだけですから。うん。はい。いってらっしゃい。